研究所。あつさちおちです。こんにちは、てっちゃんです。はい、今回は、はい、片思いあるあるをやっていきたいと思います。女子はね、片思い中はね、特別な行動を取りがちなんですけど、はい、それを今回はやっていきたいと思います。はい、それではどうぞ。お前好きな人いんの？え、よっちは？え、俺はまあいるよ。え、よっち、よっちのことなんかさ、好きな人絶対いないって。変なメガネかけてさ。ねえ、よっちくん。あ、なんだい？昨日 YouTube 見た？あ、見たよ。水溜りボンドさん見てた。水溜りボンドさんか。あ、そう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 。私よきのカリスマブラザーズさん見たんだけどさ。あ、カリスマさんね。あ、好きです、好き。あ、ジョージさんが特に好きだな。あ、ほんと。私、ジローさんがいい。あ、ジローさんだ。あ、そうなんだ。あ、今行く、今行く。やっべー、水溜りボンド昨日見たじゃなかった。ちょっと振り返ろう。ジョージさんか、私ちゃんとうまく話してたかな。ね、この前さ、りっちゃんとさ、一緒にお出かけ、あ、りっちゃん、目で追いすぎ、水着、お首痛ぇ。やっべぇ、目あった。嘘でしょ。いや、私じゃないかもしれない、外見てたのかもしれない。ねえ、あったも今日幸せ。いや、山田ボンタくん、ほんとかっこいいよな。あ、山田ボンタ、山田エツゴ。画数占い、画数占い超相性いいじゃん。今日の占いは B、 獅子座のあなた、今日は上がりそう。りっちゃん乙女座さん、うっ、いやー、よし、昨日は良かったしな、占いピ。今日の獅子座の運勢は、乙女座の人と喋ると運気が下がりそう。みんな気をつけてね。あ、この前さ、うん、朝ちゃんから LINE 来てさ、おー、LINE 今何してるって来たんだけどさ。あ、まあその時さ、朝ちゃんとリサちゃんが一緒にいるって言うからさ、うんうん、ご飯どうって誘われたんだよね。あ、うん、あ、ご飯ね、あ、いいよね、そういうのもね、うん、まあその時忙しかったからさ、断ったんだけど。おー、ママ、都合ない時あるもんね。今度3人で食べに行こうって言われてさ、行くことにしたわ。誰と？朝ちゃん、リサちゃん、ミキちゃん。ということで、はい、以上で片思いあるあるだったんですけど、よっちあるあるあった？はい、好きな子に1日何回目合うかっていうのをやってた。何、数えてたの？数えてた。ずっと後ろ席だったんだけど、うん、ちょっと後ろ見るふりしてた。はい、ということで、はい、皆さん、こちらのね、あるある1個でもあるあると思ったら、ぜひ高評価、コメントよろしくお願いいたします。それ以外にも、こういう片思いあるあるもあるよって思ったら、ぜひコメント欄でね、詳しく書いてくれたら見ますので、ぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またね。またね。まだボンボン TV をチャンネル登録してない方は、ここのロゴを押して